で、ブンディっていうのはまさにこのお茶漬けの上に浮かんでるあられみたいな、ニセコとに若干違ってくると思うんですけど、すごい酸味のある液状ヨーグルト、これが僕が今後ジンバルで、使うとき、取るときに使う、ビボで、これをこれにミスタコロフローにがセットするわけですね。けどもVIVO V15 Pro、 これもスナップドラゴン675でメモリが 6GB なので、これの推奨スペックには書いてません。だけどもまあ使えると、フルで使えてるかどうか別として、で Bluetooth で今つながった、でこのインスタ360アプリつながっていて接続します。で、これね、これをつけないと、ここにスイッチボタンとかあって困るんだけど、これが うまい具合にですね、ちゃんとくぼみがあってスイッチボタンの上にやっても問題ない、動かし秀逸だよね。で、こう磁石になってるから、今磁石になってて、これをこのまま上コッと使いますと、まあセルフィーメインの人は、ビデオの人はタックなのかもしれませんが、まあ、僕は、まあ、横がいいので横にします。ありがとうありがとうありがとう。で、録画するときにこっちでやってもいいんだろうけど、まあ、ここにボタンがあるので一応こうすると、で、これ録画始まると。で録画始まった今までのところからこのジンバルに切り替えて、ジンバルで今日の朝ごはんがライターの、お茶漬けの前に浮かんでるみたいなやつがたっぷりライターです。ライターがはい、この、サラダのメニューのこの下から、今日は下から2番目、ブンディライター、50ルッピー、ベジタブルライターは60で、ブンディっていうのはまさにこのお茶漬けの上に浮かんでるあられみたいな、店ごとに若干違ってくると思うんですけど、すごい酸味のある液状ヨーグルトなんです。で、その上にこれかかってるのがマサラ、何マサラだっけ、野菜とか果物にかける、まあ、インドの人は果物にもマサラをかけるんだけど、かける人が多いんだけど、でマサラがあって、少しスパイシー、胡椒系のスパイシーがあって、慣れてしまうと朝とか暑い時間帯とかに、まあ、食べたくなるかなと。今コーヒートースト、インドでトースト、バタートーストで食べるとか、基本的にこういうゲストハウスの朝食付きだったりだとかですね、という今日の朝食をジンバルインスタ360というジンバルで撮ってました。で、今日は VIVO 15 Pro 使ってますが、まあ、アプリを返そうとするとやっぱりそれなりのスペックが必要ということで、リアルミー1と、これよりも安い VIVO の Z1 Pro っていうのがあるんだけど、それだとちょっとアプリを返すとちょっと厳しいかなっていう部分もあります。スマホのスペックの問題です。ただアプリを返さないでもう使えるわけ。要はアプリをこのアプリを起動させないで、ジンバルとしての単体の手ブレ、機能としても全然使えてるので、アプリを使って何ちゃらをしたいというわけでもなければ、
十分ジンバルとしての手ぶれ軽減に使いたいというだけのものとしても十分使えるのかなというところだったな。なんだ、で、一番いいのは夜だと。スマホで普通に撮って、 Android で手ぶれ機能とか全くないスマホなんで、やっぱ夜の道歩きがすごくきついんだよね。だけどカメラの機能じゃなくて、単純にこの辺のジンバルのこの辺にだからあるんでしょの、ね、手ぶれを軽減させる機能、そして夜に使い勝手がいいんじゃないかなということで、本当は昨日の夜撮りたかったんだけど、インドの神様がそういう日に限って夜に雨を降らせてくれて、iPhone じゃないので、防水機能はないので夜は撮れない。雨が降ると撮れない。iPhone だな。だから今日の夜また今度は今日の夜というか雨が降らない夜にまたこのジンバルありとなしでの安めのアンドロイドの手ぶれがどうなるかはまた撮ろうと思います。というわけで今日は朝ごはん、インドの朝ごはん食べてから全然すまないけど、インドの朝ごはんで芯をジンバルで撮りつつ、今日の夜また試してみますという動画でした。